麻雀遊戯王。さあ、飲みどころゆきこでございますが、引き続きですね、なるみさんと一緒にお酒飲みながらゆるトークしていきたいと思います。続きましてのおつまみなんですけども、恥ずかしい話。はい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 、生きている時点で結構いろいろあると思います。あれ恥ずかしかったな、これやっちゃったなみたいな話、そういった話をちょっとここでですね、ぶっちゃけてスッキリしていただこうじゃないか。なんか運動神経が本当に悪いんで、家の中で思わぬところで顔とか挟むんですよ。棚開けました、はい、棚閉めますみたいな時に、はい、顔が挟まったりとかして。それって運動神経なの？はい、なんか顔が多分こう出てくるのが遅れてたっていうんですかね。自分の想像よりも顔の動きが遅かった。そうですそうです、うん、それがだから多分外とかでもちょっとそういうのとかあったりして、体が追いついてこないみたいな。ドアとかエレベーターに挟まったりします？あ、自動ドアはないけどエレベーターはちょいちょい挟まりますね。だからちょっといつも怯えつつドアをもう先に押さえるみたいな。なるほど、そう、ね、一回ちょっと学習してきて。一本音痴っていうことですかね、それ。え、なんか泉さんも、うん、そういうのないですか？挟まるとかはない気がするんだけど。免許取れた？え、免許は結構私運転得意やと思うんですけど、あの合宿行ったんだけど、合宿ってさ、普通よりなんか若干取りやすいみたいに言うじゃん、なんかみんな返したいから。確かに短期で取るんだったら合宿って、うん、そう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 。でも仮面なんか 2,3 回落ちて、本試験も 2,3 回落ちて、めっちゃ落ちてる。めんどくさくなったのか見せてくれたけど。ほんで何回か運転したんだけど、マジで結構何回か事故りそうになって、はっと気づくと右車線とか走ってるのね。え？だから運動神経とちょっと違うんだよな。だからもうあの運転はしないってもう決めたんだけど、私の人生で。判断能力とかなんですかね。反射神経とか鈍いんだよね、多分。なるほど。だからですね、アキラさんとその勝負をした時に、あの叩いてかぶってじゃんけんポンをやったの。はい。今ちょっとグッズがなくて残念なんだけど。とはいえ、ワクさんと叩いてかぶってじゃんけんポン。したね、あれは勝った。じゃあ、ワクさんが今のところ最下位。そう、最下位、あれは最下位。確かに、泉さんの運動神経でいうと、今日、泉さんと一番最初にこうロケだったんですね。うんうん、で、野上さんのいらっしゃらないところでロケがやったんですけども、その時に泉さんがちょっとだけ遅れてきたんですよ。うん、はい。キピン君とか、ね、さんの先に集まってた人たちに、気づいてすいませんって走って。てくれたんですけど、確かに遅かった。だから走ってるフォルムとスピードが一致してないから、すごい違和感は感じましたけど。運動神経的な恥ずかしい話が多いってことですね。そうですね、やっぱお酒の失敗とかないからね。そうなんですよね、うん、お酒飲まないんで、逆にそういう失敗は聞くことが多い。私自身はそんなことあるんやみたいな。そう、体重関係とかもあんまりそういう失敗ないとかですね。可もなく不可もなくぐらいな。マージャンプロの中ではすごいレアな。みんななんかちょっとね、あの頭かしいって思って。全然オブラートに包んでるんで、真っ赤に包んでる。いやでもなんかそっちの方が人生面白そうやなみたいな。やっぱりエピソードトークとかは、ね、何個かあった方がいいのかなっていう、自己紹介代わりになった方がいいかなっていう気がしますけど。私もほんま平凡な人生すぎて語ることがそんなにないから、なんか失敗お酒でやってきます、どっかで。私失敗しますって決意するのではないと思うんですけども、何個かあった方がね、こういうね、なんか面白い場で出せたら楽しいと思いますよね。まあ便利かもしれない、ね、そうですね、まあ、泉さんはすぐ出せますもんね。そもうでもね、使いすぎちゃって、もうなくなってきちゃって、遊戯王さんが全部こう、あの持ってっちゃうから、我々がこすってるみたいなやめてください。もうネタないっす、最近言ってるから。そうですよね、ここ最近で、泉さん、そんな失敗してないですもんね。ここ最近ね、そう、やっぱりあの子供がいるとね、そんななんか深酒することもないし、記憶はないんですけど、しょっちゅう。怖いこと言う。でね、これはね、年のせいだと思う、本当に。そうすると本当になんか覚えてない全てのこと。こないだあったよねとかいう人も普通に覚えてないんだけど、うん、酒飲むとそれに拍車がかかって、こないだカラオケ行ったよねとか、いやお前会ったことないけどとか思ってるけど、何も覚えてないんで、不便なんで生きてるの。その時の、ね、記憶があればね、うん、何かねエピソードの一つやつがあったかもしれないですけどね。あるのかもしれないね。でもなんかね、最近そのだから記憶はすぐ飛ぶんだけど、意外と普通に飲んでるよって聞くのね、周りに。あったわー、やらかしたの。ちょっとさす
かに広い気がする、はい、ちょっと一回確認させてもらっていいですか。あのまあその萩原さんが飲んでらして、はい、そこにまあちょっとみんなでなんか押しかけようぜって言って、はい、萩原さんが面白がって、はい、これ言いふらしていいかなっつって言いふらすもんで、けしからんってなったんじゃなくて、あ、怒ってはいらっしゃらなかったと多分思うんだけど、はいはい、面白いからこの泉さんのこの話言っていいっていうところで結構言ってると思うんです。そうそう今絶賛新しい人とか拡散される最中なんですね。拡散ね、なんか黒沢から LINE が翌日くらいに来て、はい、もうこうこうこうだったらしいじゃんって言われて、はい、そんなことないけどみたいな、いや私は分かってないから何の話みたいな感じだったんだけど、うん、でもよくよく聞いてみたらこうこうこうでこうこうこうだったらしいよって言われて、ちょっとこれ言えない、ごめん、言えないからご自身で顔を覆うぐらいのでも今絶賛広がってるわけですもんね。そうですね、はい、じゃ気になる方はね、クロスアップロから聞いてみてくださいもしかしたら教えてくれるかもしれないもしかしたら教えてくれるかもしれない。クロスアップロ教えてくれる。酒のエピソードというのはこんなにも大変なんだっていう、うん、飲まない方がいいですかね、なんか普通に、まあ、ご両親もちゃんとしてらっしゃる方で多分こう愛してね、くださってこう生きてきて、で小学校、中学校、高校、大学行った、大学行ってそうだもんね、なんか羨ましいなと思う、そういう人生盤上が過ぎたんでね、逆に、はい、今までこう小中高と今までの生活してきたまでの失敗談みたいなのもそんなにないんですね。学校でってことですか。そうですね、学校でとか。学校で、はい、ないかもしれないです。なんか結構そそっかしいんで、学校以外とかやったらミスします。あ、なるほど。知らん人に声かけたりとか。ああ、なるほど。店員さんと思って結構聞いたら店員さんじゃなかったみたいなとか、うん、友達と思って手振ったら知らん人で。もう全然可愛いんだけど。ね、もうその日のうちに忘れられるやつですよ。ずるいな、なんか。ずるくはない。泉さん、ちょっと一個恥ずかしい話。え、小中高のですか。小中高とか小中高はむしろないよ、だって私だって基本いじめられっ子ですよ。ああ、聞くんじゃなかったよ。大人しく生きてて、はい、だからまあなんかいじめの一環で校庭の真ん中でパンツ下ろされたとかが恥ずかしかったけど、はい、ね、中学3年生の時とかに校庭の真ん中でパンツ下ろされるんだよ、恥ずかしいじゃん。いや、恥ずかしいです、ね、やっぱこういう泉さんのこういうね、大きな姿を見て目指したいと思います。ちょっと今思ったんだけど、はい、こういう子がある日突然なんかちょっと俺歌手目指してるぜみたいな男にハマったりとか、あー、なるほど、あるんだって思う。今までね、そういう大きな、ね、ことがなかったからこそ、確かにちょっとそういう男になんかね、刺激的でなんか素敵みたいになっちゃったりとか、確かにちょっと他人に刺激を求めがちかもしれないですね。ああ、危ないじゃん。危ない、危ないですよ、はい、まあまあまあ、この話はね、ちょっと後に残しておいて、そうですね、はい、残しておきましょう、はい、次回のネットテーマとかのおつまりにね、はい、なる気がしますので、はい、じゃあ今日はちょっとこの辺で一回お開きまして、また次回にしたいと思います。はい、はい、続きましてはですね、恋愛の話。初めて付き合ったのは中学生です。一緒に家に帰ったりとか、遊んだりとか、手繋いだりとか。あー、かわいい。